はい、こんにちは、こんばんは。今回は前科式続編です。このタイプの前科式の続編。ね。前回の動画を見てくれた人は、解説一応やったんで、1、2、3通りの方法で解説しました。ちょっと簡単におさらいすると、まず解法1っていうのは、ほとんどの人はこれでやってると思います。この3に着目、3の N 乗に着目して、3の N プラス1乗で割った後の置き換え。ね。あとはもう楽勝。で、解法2度の方はこの2に着目して、2の N プラス1乗で割るっていうタイプ。同じくここは置き換えですよね。で、3番目がもう唐突に出てくるこの式。この式ね。丸1、実はこんな風に変形できるんだよと。ね。ということで、これが第 N 項。こちらが第 N プラス1項という関係。隣同士の関係。隣同士の関係で2倍ですから、等比数列。ね。はい。つまり、この an マイナス3の n 乗は、ね、初項が、初項、ここに見ましょうか。a1、引く3の1乗、かけ、公比2ですから、こんな調子で、a1 が1ですからね。1引く3でマイナス2。ということは、マイナス2のこの2はここと一緒にして n 乗にしましょう。ね。はい。よって、an イコール、3の n 乗マイナス2の n 乗というもうたったこれだけの計算でこの変形さえできればというそういう解法を3番目の解法を紹介したわけですね。これ以前の教え子が授業が終わった後で質問に来て先生こんなのできるけどどうなんだろう合ってるのかなってねいうふうにやってきたんですよ、ね、さあ実はこの変形のちょっとヒントとしてここの問題、この問題考えてもらえばいいんですよ。要するに、ここで大事なのは、等比数列を無理やり作ってんです。等比数列を作っちゃった。ね。で、前科式の問題では、入試では必ず出てくるのが、何々と置くとき、この数列 BN が等比数列になるように、ね。数列 BN が等比数列となるように、定数アルファベータを定めなさい。という問題はもう本当に品質問題です。絶対にマスターしておかなくてはなりません、ね、でそもそもどういうことかというと BN が等比数列になるってつまりどういうことかというとこういうことよねこういうことだよこんな形になるってこと、ね、でそうなるようにアルファとベータを決めればいい、ね、で実はちょっとそのまま書いてみると B の N プラス1ってこの N プラス1の形だから A のN プラス1。ね。で、アルファの後ろの N がまたやっぱり N プラス1。で、ベータはそのまま。ね。で、イコール、で、ここに R、カッコなんですけど、BN ってこのままですね。AN。こんな感じだ。ね。となるんですが、実はね、これ展開していくともうすぐ気づくんですけど、AN の係数って R ですよね。AN の係数。実はもともと AN の係数3ですから、もう R イコール3は明らかなんだ。ね。だから、こういうふうにね、3、確定です。ね。AN の係数は3ですから、もう R なんか使うまでもない。この3が確定ですからね。さあ、そして、どうしような。このままいこうか。で、よって AN プラス1イコールで、これを展開していくわけ。これを展開して整理していくと、まず 3AN ですね。で、これ、一次式。ここにも一次式あります。一次の項が。ね。3αn。で、こうやって αn が右側に来ると、引き算だから 2αn になる。ね。で、そして、定数部分が、ベータ、これ3βですよね。で、こうやって α がここにあります。定数部分 α、ベータ。だから、マイナス α が出てきて、で、このベータも移行してやるとマイナスベータ。でもここにも3ベータがあるから2ベータと。ね。こんな式になるわけ。で、そして、あとは何するかといえば、この、もともと一次式のこの部分が 8N なんだから、高等式の考え方で、ここが、これがね、8N になればいい。つまり、係数を比較して、ね。係数を比べて、2α イコール、8。ね。N の係数ね。2α イコール8。で、定数項。マイナス α プラス2β の方は、
ゼロです、ね、ということでどういうことかというとアルファは4、ね、でベータが何分なる？マイナス4で割って2ね、はい、2というか、これが一応この答えなんですよ。これね、つまり何が分かったかというと、これ何が分かったかというと、結局 BN イコール AN プラス 4N プラス2と置くと、そうすると B の N プラス1イコール 3BN、ね、と表すことができると。だからちょっとした置き換えによって等比数列に持っていくっていう、もう全化式の基本中の基本と言っていいと思います、ね、等比数列ができれば本当に後が簡単ですからね。 B1 も一応、まあ、B1 っていくらこれ、まあいいや、まあ、これ別にこの全化式解くつもりはないからね。で、実はこの問題をちょっとね彼に話をして、こういうことができるからねって言うとね、そしたらね、これもなんかそうやってできるんじゃないかなと。だからこの1番ね、丸1が等比数列になるようにするんだよ。ね。つまりどういうことかっていうと、何らかの置き換えによって等比数列になるようにというお話。ね。だから、一次式には、一次式で、ちょっとマーカーでいこうかな。ここ一次の項が、ね、一次式が、付け加わったタイプだから、ここにも一次式をつけてみちゃえと、ね、係数アルファとかベータとかね適当にやってね。だからここで、どうしようかな、 BN イコール AN プラス、今度は指数ですからね、指数ですからこれがこうやってね、 AN にこの指数の形をまあ、くっつけてやって。で、そして、これが、数列 BN が、等比数列になるようにと。そういう話。もしできればよ。ね。もしこんなことができるんだったら、やってみてもいいなと。ね。試しにやってみるんだよ。とにかく。一つ何か新しいことを学んだら、じゃあ、これ、この方法、他の問題でも使えるかなっていうふうに、いろいろ試してみてほしい。ね、この解き方を覚えるだけじゃダメなんだよね。それ試してみること、ね、さあやってみるよ。そうすると B の N プラス1ってこうですよね。左辺にさっきと同じこれ、ね、これです。 B の N プラス1って形を左辺に持ってきて、ここも N プラス1乗です、ね、でそして次、この全化式ですから、まあ、さっきと同じように2は確定です、ね、もう N の係数2はもう確定ですからね、2ですから、R なんか入れなくていいです。ね、ということで、これが、ここのところに、これが、この部分 BN ね。これ B の N プラス1。はい、BN ってのがまさにこれ、アルファかける3の N 乗、ね。こういうふうに置くわけです。ちょっとこれ、回答になってないですけど、答案の形になってないですけど、一応説明のためにちょっとね、雑なことになっちゃいましたが、ね。ね。ということで、これが等比数列になればいいんだよ。さあどういうふうになるか、同じことやってみる、ね、この形から AN プラス1を計算すると 2AN、ね、まず 2AN で 2α かけ3の N 乗で、このこれが移項でマイナス α かけ3の N プラス1乗、ね、さあここ見てください。これ N 乗と N プラス1乗、こっち側をまあ、こういう時って当たり前にみんなやってると思うんですけど、この形はもう即 3×3 の N 乗に直して、つまり 3α ね、 3×3 の N 乗、つまり 3α という形で、2α-3α、 つまり 2α-3α だから -α か、こうなるわけだね。2α-3α、ね、でこれで係数比べる、元の全化式と係数比べてみてください、ね、元の丸1でいいね、丸1と係数を比べ
で、そうするとマイナスアルファイコール1ですから、ね、アルファイコールマイナス1、ね、つまりマイナス1ですから、こう入れるよ、マイナス1マイナス1、ね、A の N プラス1マイナス3の N プラス1乗イコール 2AN で、マイナス3の N 乗、あとはこの計算だけです、ね。まあ彼はたまたまこういうのをいろいろごちゃ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 式作ってみて、たまたまうまくいったって言ってましたけど、まあこういったね、問題を参考にして、なんか無理やり等比数列を作るっていう、そういうやり方なんですよね。ね、その時に指数のおまけがついてるから、指数をくっつけた形の置き換えを考えてみると、ね、いいですか。まあ、そんなことをやったわけです。で、実はね、これいろいろ考えてみると、あのコメントにもいただいたんですけど、これ普通にやってる一番の方法とあまり変わらないんじゃないのっていうコメントをいただきました。うん、まあ確かにそうなんですよ、確かにそうなんです。そうね、一番ね、解法1のちょっと途中から変わりますけど、ちょっと紙をここに重ねるよ。解法1、解法1って実は、3の N プラス1乗で割るから、3の N プラス1乗分の A の N プラス1で、そして、3の N プラス1乗分の 2AN で、これ3分の1になったと、ね、3の N プラス1乗で割ったら3分の1になったね。で、そこで、これをまあ3分の2でかける3の N 乗 AN プラス3分の1ということね。まあ、こんな感じなんです。あ、左側左辺も書いておこう、ね、こんな形になるわけ、ね、で、ここで置き換えるんだよね。ここでみんな置き換えをしてるわけ。これを置き換えることによって、要するに B のn プラス1イコール3分の 2bn プラス3分の1という形で、ここでアルファイコール3分の2アルファプラス3分の1という、こういう、まあ、例の特性方程式、ね、アルファイコール何分なのかな、これ、3アルファイコール2アルファプラス1だから、アルファイコール1か、ね、だから、アルファイコール1ということで、 b の n プラス1引く1、ね、で、そしてこんな感じでね、変形したわけで、実はいや、こういう流れなわけだけども、もうここの時点で、この時点で、まあ、置き換えてこうなるんだったら、このままの形でアルファイコール3分の2アルファプラス3分の1ってやってもいいわけですよ。結局はこれと同じことをね、置き換えずにやってもいいわけ。ね。とすると、これ、これ引く1、アルファって今1でしたよね。ね。だから、こう、引く1、イコール、これはもう当然消えます。ね。で、これ3分の2、括弧、これが3分の3、3の N 乗分の AN、引く1、というふうになる。ここまでいいかな、ね、ここまでいいかな、大丈夫かな。で、そしてね、今あの置き換えせずに例のアルファ使ったあの特性方程式を使いました、ね、で、そうやって変形したんですけども、この両辺に3の n プラス1乗をかけるとどうなりますか。はい、順番にいきましょう。 a の n プラス1乗引く、ここにもかけましょう。で、3の n プラス1乗。はい、これ、分母。3×3 の n 乗で、3の n プラス1乗。つまり、2。どうしようかな。どうしようか。ちょっと書こうか。ちょっと書くよ。ね。3の n プラス1乗。ね。で、そうすると、まあ、これが一つ、消えます。3が1個約分で消えます。3の n 乗を書けます。2、括弧。ね。ここに、これに3の N 乗をかけてやると、ここにかけてやると、AN になるね。で、引く、こいつにもかけるから3の N 乗。ということで、さっきの、この形が出来上がっちゃったわけだ。
ね、出来上がっちゃったんだよ、これが。ねえ。これだな、これだな。同じ形の式ができたわけです。だから、まあ、いろんな流れがあると思うんですけども、まあ、結局行き着くところは同じなんだなっていうことになりました。ね。だから、ま、普通はこっから置き換えてね、置き換えて BN を求めて、で、それを AN に戻してやるという、そういうやり方するんですけど、もうこの時点で、これと同じことをやればいいわけだから、ね、アルファ、3分の2アルファ、プラス3分の1っていうふうに並べて引いて、ね。で、そしてそこに、まあ、もう置き換え全然使ってないです。置き換えをせずに、ね、ここで3の N プラス1をかけてやれば、この最初にやったこの解放3の変形も可能なわけです。ね、全化式って僕は、ある意味、まあ大好きと言ったかな、言うかな。まあ高校時代にはもう12通り、13通りぐらい、やっぱり全部、覚えられるものはどんどん覚えちゃいました。ね。まあ覚えたら覚えた分だけ点につながるっていうね、全化式ってなかなか点、結構取りやすい部分ではあるかもしれない。ね。はい。まあそんな話で、いいでしょうか。ね。一つの全化式なんですけども、ね。それをいろんな方法で考えてみる。で、無理やり、等比数列を作る。ね。そのために、こういう置き換えを、線引いとこうね。ここの部分ね。ね。こういうふうなことを考えてみる。ね。いろいろ考えてみてください。ね。あれもこれも覚えるとかじゃなくって、やっぱいろいろ考えて身についたもの。考えて身についたものは本当に一生ものですからね。一生数学から逃れられないのかとか、そんなこと考えないでよ。まあ、一生ものです。ごめんなさい。はい。ということで、今日はそんなもんにしましょう。長くなっちゃったな。じゃあ、さよなら。バイバイ。